お、やったっぽいよ、これ。倒したっぽいぞ、これは。さすがにこの後またバトルはないだろう。俺たちにできるのはここまでだな。ちょっと待てよ。ホーリーは、星はどうなる？それは、わからない。あとは星が決めることだろう。そうね。いや、なんかめっちゃ疲れて。読むのも一苦労というか 大変なんですが。私たちできることは全部やったものね。なんかセフィロスよりもさ、正直その手前のやつに手間取ってしまいまして。セフィロスも強かったけどね、やっぱり。不安やなんかは、不安やなんかはここに置き去りにしてさ、胸を張って帰ろう。これ FF15 をちょっと思い出すな、このセリフは。胸を張れっていう。いいですね。どうしたの？感じる。やっぱりまだ終わりじゃなかったか？え？あいつは、まだいる。やっぱり終わんねえよな、まだな。あんなんじゃ終わんねえよな。まだ。クラウド。笑ってる。あいつ俺をバカにしてるのか。めちゃくちゃ苦戦したことを。クラウド。なんか精神だけ飛ばされたような描写だったけど。お、そしてムービー。どこに落ちてるんだろう、これは。ホーリーもね、発動まだしないからね。生きてるんだろうな、セフィロスは。さあ、すごい、なんか管みたいなとこ通ってますけど。ここはどこよ？月？太陽？細胞？なんだこれは。無数の白い点と、風みたいなやつと、光。お、またさらに管を通っていく。ライフストリームか、これは。なんだろう。いた！セフィロス、ちゃんと人間の姿だ、今度は。わ、かっこいいな、この バトル行くまでの演出やばいですね。キリってなる感じ。最後だ、みたいなね。無言のこの感じいいですね。そう。で、クラウドとセフィロス一騎打ちなの、最後って。やばい、すげえ燃えてきたよ、これは。さあ、リミット溜まった、しかも。撃っていきましょうか。剣が、しかもこれ何の剣だ、これ。俺が最後に装備したやつ。こんな形でしたっけ？ まあ、いっか。超強い、しかも やばいな。セフィロスが弱いのか、強くなったのか、クラウドが強くなったのかわかんないけど。そう、お、かっこいい！特別な演出だ、これ。さあ、そしてリミットは消えない。溜まったまま。セフィロスは耐えたか。まあ、こう述べしてますね。お、倒したか。やっべ、めっちゃかっこよかったな、さっきのマジ一騎打ち。一撃で倒したけど。すごいな。さあ、これでやっと、ホーリーが発動できる環境にはなったってことか。エアリスの願いも、達成されるわけだ。クラウドがちょっと出血してたのもなんか、いいですよね。これまでの困難な道のりを改めて再確認できる。お？ライフストリーム？おお これは間違いなく、あの人でしょ。いやー、泣けるわ、これは あ、ティファ。お？真っ向に落ちてしまう。ティファが飛び込む。クラウドが掴む。片手でキャッチ。片手で捕まる。ああ、そしてこの曲。ティファのテーマ、分かったような気がする。星からの答え。約束の地。そこで、会えると思うんだ。
うん。会いに行こう。すげえクラウドの腕の力。さっきの手は間違いなくエアリスだよなー。もう。エアリスもライフストリームの中にいるってことか。そうだ。みんなは。おーい、お、いた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 。こうやって見るとさ、人外が結構多いよね、やっぱ。バレットもなんかもうゴリラみたいだし。どうやら向こうも無事らしいな。でもよ、これからはどうするんだ。もうじきホーリーが動き出すんだろう。うん。そうなったらここは。ああ、運命の女神さんよ。なんとかなんねえのかよ。あ、タバコ。タバコ落ちちゃった。お？なんだ？お！来てくれたのか？迎えに。来たね。うわー、これは暑いですね。こっから脱出か。さあ、爆発が起きる。あ、そこにいたのか。ギリギリ。これはギリギリチョップですね。よく、なんか無事だったよね、これ。普通に。すごいな。畜生。山ジェンシー。引っ張れ。おー、神回避。すげえ。これはすごすぎるよ。さあ、ん？これどこだろう？あ、カームの街かな。懐かしいね、カームも。お花のお姉ちゃん？そっか、マリンはここにいたんだ。うわ、なんかすごい赤い光が降り注いでますけど、どうなってんの？うわぁ！ムジュラの仮面じゃないか、これは。完全に別の作品持ち出してすいませんけど。やべぇ、これは世紀末。3日前に戻らないと。竜巻も起きる。ミッドガル無事か、これ。絶対壊れるでしょ、これ。やばい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 。死んだビルももう、跡形もなく。うわー、ミッドガルが。いやー、今まで通った道とかも多分これ全部壊れてますよね。こう番外とか。やべえな。は？なんだこれは。お！光が。ライフストリームかな？さっきのやつは。ホーリーがそれとも発動したってことなのか。お！ここはコスモキャニオン。これホーリーかな？やっぱり。ホーリー発動して、天変地異とメテオを止めたと思ったけど止まってないよ。ホーリーじゃないの？これは。そう。引く手。どうすんだっから。おいおいおい、ミッドガルどうなるんだ。やばいよね。かなりやばいよね。まずいんじゃねえのか。みんなスラムに避難してもらったんやけど。あ、そっか。避難してたんだっけか。このままやったらもう。スラムもやばいもんな、きっと。きっとホーリーが遅すぎたんだ。メテオが星に近づきすぎてる。これじゃあせっかくのホーリーも逆効果だ。逆効果ってことはあるのかな？ミッドガルどころか星そのものが。発動したらそれで良かったんじゃないのか？どうにかしてほしいけど、どうなんだろうね。あれは？
なんか緑のニョキニョキが出てきた。これもライフストリーム？こっちがライフストリームか。さっきのホーリーだもんね。おう、地面から出てくるライフストリームだな、きっとこれは。何なんだ。ライフストリームだ。やっぱりか。パカ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 。みんな一斉に窓を開けて。来る。何か。あ、こっちに来てくれてんだ。ライフストリーム。おー、すごい光になってるね。さあ。なんかめちゃくちゃ白滝みたいな感じにまた見えてきてしまったんですが。このライフストリーム、白滝が世界を救ってくれるのか。いや、すごいな。地球をもう囲むほどの流れができてますね。ホーリーが必死に止めて、そこにライフストリームの力が加わっていくのかね。わ、すごいよこれ。ライフストリームってこんなにいっぱい流れてるのか。あ、エアリス。終わった？うわー、終わったいやー、長かったなー。いやー、でもまだ多分ムービー続きますよね。これ、エンディング終わったら。このスタッフロール終わったらまだ続くと思うんですけどね。とりあえず、まあ、一段落ということで、お疲れ様でございました、皆さん。半年以上で、まあ、実況かかってしまったんですけど、いろいろありまして。いやーでも、無事に、最後までね、終えられたことに、とりあえずまあ、ひとまず、ほっとしております。始める前からね、めちゃくちゃ長くなるって分かってたんだけどね、やっぱりパート60くらいいっちゃいましたね。いろいろカットとかして、動画をできるだけ短くしようとは思ってたんですが、やっぱり超大作でしたね、FF7 は。すごかったなぁ。まあ、リメイク版もね、今、同時進行でやってるんですけど、まあ、それのね、まあ、元になったゲームですからね、悪いはずはないと。ね、思っていたらもう本当に、もうシナリオがとりあえずすごいですね。うん。グラフィックとかはやっぱりもう、3年前ぐらいのゲームだから、さすがにね、劣るけどさ。いや、にしても、PS1 でこのグラフィックカーとかさ、この PS1 でこの、クオリティカーみたいな部分は多々ありましたからね、やっぱり驚かされましたよね。いやー、うん。まあ、それ以上にシナリオが凄すぎたんだけどね。すごい、すごい取り越してますね、本当に。よく考えたなっていう。本当にこの流れは。昔のゲームってやっぱすごいですね。うん。で、まあ、やり込み要素もね、あるんですよね。多分この後、マテリアを全部マスターレベルに上げたりとかね。まだまだ楽しめるゲームにはなってるんだけど、まあ一通りね、シナリオは終えたということで、今回はこの辺で、この実況はね、区切ろうかなとは思っています。いや、エアリス、ほんとさ、なんだろうね、ショーキャーだからさ、途中で死ぬ RPG、まあね、まあいくつかあるとは思うんですけど、エアリスっていう、本当にまあメインの中のメインを殺すゲームって、殺せるゲームってなかなかないと思うんだよね。なんか、主人公の父親とかさ、なんか、次にさ、繋げられる役、ポジション役というかさ、主人公の師匠とかさ、そういう感じならまだわかるんだけど、
そうじゃなくてだよね、これから一緒に頑張ろうってやってく仲間のエアリスがさ、ねえ、途中で死ぬって、なかなか本当に予想ができなかったっていうか、ねえ、そこでできる物語もすごいなってやっぱ思いますよ。最後はもう、なんていうか、エアリスはその場にいないけども、一緒にね、セフィロスを倒す流れになったっていうか、そこがまた感動できるというかね。うまく繋げられるなと、本当に、すごいなって思います。リメイク版はね、未だにちょっとまだ、全クリしてないんだけどね。まあ、っていうか、リメイク版も続き出ますからね。どうなっていくかがちょっと気になるところですよね。リメイク版では、エアリスは無事で、いられるのかとかね。違う未来を選択できるのかっていう、ちょっと考察されてますよね。そこら辺がちょっと気になってきますけども。まあ、これは、やっぱり、原作のこういう展開があるからこそ、こういう考察もあるわけで。FF7、やっぱすごいゲームでしたね。てかもう、なんだろうな、多分、個人的に思うんだけど、ネットを見て、もっと、なんだろう、FF7 のことを知りながらやってたら、いろんな要素を楽しめたと思うんだよね。本当にもう、それやったらキリがなくなっちゃうんで、なんだろう、初見プレイっていうのもあるんで、まあ、初心者がやる感じの FF7 を、皆さんに提供できたらなっていう感じでやっていたんですけど、どうでしたかね。自分もFF7 の実況あんまり見たことがないから、これが本当に合ってるのかっていう自信もないし、自分なりには頑張ってみたんですけど、ね、チョコボとかも多分、いっぱいね、育成とかできますし、敵の技っていうマテリアも多分、後半ちょろっと使っただけだったんだけど、あれもね、前半、死んだビルで手に入ったみたいなんだよね、後から調べて分かったんですけど。あれで敵の技をうまくランニングしながら、なんだろうね、もっとうまく立ち回れたっていう場所も多分いくつかあったと思うんですよね。いっぱいあったと思うんですけど。まあ。上手い人から見たら、あ、頑張ってんなこいつぐらいな感じだったかもしれませんね、もしかしたらね。はい。というわけで、まあ、何はともあれ、めちゃくちゃ楽しませていただきました。本当1997年にこういうゲームがあったって考えると、本当に、なんていうか、ね、今のゲームはね、進化はしてるけど、ここまでのね、超大作ってやっぱりその後あんまり見かけてませんよね。だから本当にこういうゲームがバンバンね、出ないってことは本当にやっぱりすごい作品だなっていう、身に染みますよね、やっぱり。ね、当時もなんだっけ、メモリがやっぱり多いから、ディスク何枚組とかで発売されてたんですよね。僕これやってるのはスイッチ版のダウンロード版なんで、もうめちゃくちゃ快適にプレイできましたけど。そういう面もあったって考えると、やっぱりそうか、それもそれでゲーム機の進化も感じるよね。いや、ほんとスイッチのダウンロード便利ですね。すごい快適に。ね、3倍速とかの機能もすごい便利だったですよ。本当に多分、これ原作とか、やられた方は、PS1 のね、初期のやつ。レベル上げとかさ、絶対リミットの習得とかめちゃくちゃ大変だったと思うんだけど。本当にそこは便利になったなって感じますね。500 years later。500年後。めちゃくちゃ飛んだな、時期が。とりあえず、ひとまず地球は無事だったってことか。お。これは7期の一族かな？なんか首になんかつけてますかね？耳飾りか。尻尾燃えてますけど大丈夫ですかね？リザードンかな？さあ、どこに向かってんのかな？子供も二人いますけど、
これは、ナナキなのかな？その子孫なのかな？ガオお、緑溢れてますけど。すごい。自然豊かになってる。鳥も飛んで。すげえ。ミッドガルの形は、ちゃんと残してはいるんですね。壊れたかと思いきや。おー。ファイナルファンタジー7。完結ということで。お？まだある？あ、終わったか。笑い声が聞こえたってことはもうハッピーエンドってことでいいのかな？うん。いやー、すごいゲームだったな、マジで。坂口さんほんとすげえと思います。さあ、これはまた、クレジットなのかな？あ、終わったね。はい、というわけで、ファイナルファンタジー7、これにて完結となります。ここまで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。本当にね、すごいゲームだったね、もう本当に。うん。最後のね、ライオンキングみたいな感じの演出も良かったな。緑が溢れててね、本当に元通りの地球みたいな感じになったのかな。というわけで、はい、めちゃくちゃ楽しい実況でした。ありがとうございました。リメイク版のね、実況も、随時ね、また上げていきますので、そちらもよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。また会いましょう。